北日本では雨が強まっています。まずはいただいたリポートで見ていきましょう。こちら北海道北斗市からいただきました。いきなりすごい勢いで降ってきたのでびっくりしました。多分長い時間は降らないと思うのですが、ということですけれども、内藤さん、こちら降り方はざわざわ強まっておりますね。はい、雷や、突風を伴って、降る可能性のある雨雲が現在通過をしています。はい、はい、雷鳴など聞こえてきたら安全な屋内に避難なさるようにしてください。今後ともこういった可能性続きそうですか？そうですね、北海道エリアは明日にかけて大荒れ、東北、北日本、そして北陸エリアも、これからですね、明日にかけて、雷を伴う雨の降り方続くところがありそうです。はい、現在の10分天気の状況を見てみましょう。北海道から東北を中心に見てみます。現在ですね、低気圧の中心が石狩湾のあたりにありまして、そこから寒冷前線がご覧のような形で、解析できます。前方の温暖前線移送も現在このような形で伸びていて、一部は道東で活発な雨雲を形成、そして、道南からこの、寒冷前線の後ろ側のエリアで活発な雷が現在発生しているような状況となっています。はい、この方面の雨の降り方なんですけれども、雷も多数ね、観測されているということもありまして、局地的な、積乱雲になっています。直近のところまでの1時間降水量で見てみますと、道東を中心に1時間20ミリから30ミリの強い雨、そして青森県などでも20ミリ前後の雨が現在観測されているような状況ですね。降っていない状況からいきなりこれだけの雨が降ってきますので、非常に土砂降り感の強い降り方になっているかと思います。はい、でこれから今夜にかけてなんですけれども、大きなスケールの天気図で見ていきますと、低気圧急速に発達しながら北海道そして北日本を通過していくんですけれども、次第に北海道付近の低気圧動きが遅くなる見通しです。明日にかけても非常に動きがゆっくりということになりまして、同じような場所で雨雲が停滞しやすいということが言えます。で特に雨雲が停滞しやすい場所、画面の左側でご覧ください。こちらが雨の予想なんですけれども、気象庁の2キロモデルです。こちら午後2時の解析です。寒冷前線に伴って、日本海側から、太平洋側にかけて雨雲が通過をしていくんですけれども、はい、特にですね、長い時間降りやすいのはこの道東エリアというところ。今夜にかけては特にこの方面が、雨雲の量がまとまる可能性があります。時間を追って見ていきたいと思います。午後3時、午後4時、西側にある雨雲はね、やや順調に投進していく形なんですね。なので短時間で20ミリ30ミリという、雷雨になりますけれども、比較的早く抜けていきます。しかしながら道東エリアの方はですね、次々に雨雲がやってくる格好になりまして、こちらが今夜8時となります。今夜8時にかけても最もね、雨雲が停滞しやすい場所ということになっていきます。はいはい、ですので特にこの方面では雨量のさらなる増加に、十分な注意警戒が必要になってくるかと思います。活発な雷を伴います。突風、竜巻などを含む激しい現象にも注意をしていただきたいと思います。わかりました。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。最新情報をご確認ください。